ダイエットや便秘、冷え性などにも良いとされる白湯。芸能人やモデルなど、多くの有名人が生活に取り入れていると言われています。今回は、白湯の効果や正しい飲み方、作り方などをご紹介します。1、白湯とは？白湯とは、沸騰させた水を50度前後まで冷ましたものを言います。インドでは、伝統医学に白湯が用いられているそうです。健康目的以外にも、薬を飲む時や、新生児や弱った体への水分補給などにも活用されています。白湯を正しく摂取することで、簡単に健康な体質を目指すことができて、とてもおすすめです。2、白湯の効果、用途。白湯を飲むことで、体温が上がり、体内環境が活発になり、食べ物の消化を助けてくれます。栄養の吸収も良くなり、美肌効果もあるのです。水分としても吸収されやすいため、肌の保湿にも効果的です。また、体温は一度上がれば、基礎代謝も 10% 以上アップすると言われています。白湯の効果で体温が上がった状態で通勤をしたり、家事など日常生活をするだけで、自然にダイエットできてしまうのが、白湯のダイエット効果です。他にも、血液の流れが良くなれば、肩こりやむくみも改善され、老廃物の排出もしやすくしてくれるため、たった白湯を飲むだけなのに、ダイエットに効果的なことばかりなのです。その他、血液やリンパの流れが良くなり、体内で滞っていた余分な水分を尿として排出してくれます。結果、尿量の増加とともに体重も減少。便秘やむくみ解消にも効果が期待できます。血行も良くする働きがあるため、冷え性の原因である血流悪化を解消する効果が期待できるため、冷え性の改善にも効果的です。3、白湯の作り方。白湯を作るための水は、天然水やミネラルウォーターがおすすめです。使用器具としては、やかんがベストです。水道水や井戸水を使う場合は、15分以上は必ず沸騰させ続けるようにしましょう。作り方。まずはじめに、やかんに火をかけます。インドの伝統医学の考えでは、白湯を作るときは、火のエネルギーを得るために、ガスなどの火を使って沸かすのが良いとされていますので、やかんに火をかけて沸騰させるのです。沸騰したら、やかんの蓋を外し、弱火に変え、10分から20分間、沸騰させ続けます。そして、コップにお湯を注ぎ、50度前後まで冷まします。熱さの目安としては、10秒以上は触り続けられない程度です。どうしても時間がない方や、面倒な方は、電気ポットや電子レンジを活用しましょう。その際は、浄水器などで洗浄した水、もしくはミネラルウォーターで作るようにしましょう。電子レンジで白湯を作る場合は、コップ1杯分に対し、500ワットで2分温め、そのまま50度前後まで冷ましてから飲みます。日中、オフィスなどで飲めるようにと、水筒で持ち歩いてもいいです。白湯が、どうしても口に合わず、飲みにくい場合は、レモン、蜂蜜、マーマレード、生姜のすりおろしなどを入れると飲みやすくなりますので、ぜひお試しください。4、白湯を飲むタイミング。ここでは、1日のタイミングごとに分けてご紹介します。1、起床時に飲む場合。人は、眠っている時に汗をかくので、起きる時には、体内の水分が蒸発している状態にあります。朝の乾いた体内には、体温に近い温度の白湯が体に良いでしょう。また、朝に白湯を飲むことで、前日に食べたものが、午前中の時間帯に排出されやすくなり、お通じにいいと言われています。2、毎食時、朝、昼、夜に飲む場合。食事中に白湯を飲むことで、消化の吸収を助けてくれます。また、白湯によって、代謝が上がることで、食事のカロリーが消費されやすくなると言われています。起床時に白湯を飲んだ後は、朝食は30分ほど時間を空けてから取りましょう。3、就寝前に飲む場合。寝る前に温かい白湯を飲むことで落ち着いた気持ちになれます。また、寝ている間に体内環境を良くして
翌朝のお通じにも良いと言われています。また冬場など冷え性で足先が冷えてなかなか寝つけないといった場合は、白湯で体を温めてから寝るといいでしょう。5. 白湯の1日の摂取目安量、飲み方。1日に飲む量は800から 1000ml を目安にしましょう。また1回に飲む量はコップ1杯分150から 200cc が適しています。白湯を飲むときはすするようにゆっくりと飲みましょう。ごくごく飲むよりもゆっくりと少しずつ飲むことで体がじんわりと温まります。1杯10分程度時間をかけて飲むようにするのがおすすめです。6. 白湯を飲む際の注意点4つ。 1. 飲みすぎや一気飲みは避ける。白湯の飲みすぎは胃液を薄めてしまい消化機能を低下させてしまうと言われています。また吸収が良い飲み物のため大量に飲むことでむくみやすくなる可能性があります。1日の摂取目安量を守るようにしましょう。 2.35 度以下の白湯を飲むことは避ける。白湯の温度が体温よりも低くなってしまうと白湯とは言えなくなります。温度は10秒以上は手で触り続けられない程度を目安にしましょう。 3. 起床時は10分くらいのペースで飲むようにする。起きてすぐに飲料水を一気飲みすることは胃腸によくありません。朝は10分間ゆっくり時間をかけて飲むようにしましょう。 4. 食後すぐには飲まないようにする。食事の直後に水分補給すると胃に水分が多くなりすぎて消化が遅れてしまうと言われています。食後に飲む場合は胃が落ち着いてくる30分後がおすすめです。 7. 白湯は1ヶ月以上飲み続けることがおすすめ。白湯を飲み始めてから体の快調などが感じられる時期は平均的に1ヶ月ほどと言われています。ダイエット目的の方では早くて1週間ほどで白湯の効果を感じられた方もいるそうです。まずは白湯の良い効果を実感できるように1ヶ月以上飲み続けてみるようにしましょう。 8. 飲み続けることによる白湯の味の変化。白湯によって体の毒素が排出されると白湯の味がだんだんと甘く美味しく感じられるようになると言われています。飲み始めは味気がなくまずいと思う方も多くいらっしゃいます。美味しくないと感じる場合は体に毒素が溜まっているためと言われています。まずは1ヶ月以上飲み続けてみて味の変化を感じられるといいですね。以上いかがでしたか。簡単に作れる白湯には様々な効果効用がありましたね。正しい作り方や飲み方、飲むタイミングに気をつけて白湯の魅力を感じ取ってみてくださいね。